二本松市土佐和にある東和サルスベリ園では、赤やピンク、白など20種類およそ1万株のサルスベリが今見頃を迎えています。このサルスベリ園は管理をする大月博一さんが、夏にも多くの人に花見を楽しんでもらおうと40年前に苗木を植え始めました。大月さんによると、今年は連日の暑さの影響で見頃を迎えるのが1ヶ月ほど早く、過去最高の咲き具合だということです。来ていただいた方も喜んで帰るんですよね、見てね。だから何回も来てご見てもらって、心を癒してもらいたいなと思ってるの。東和サルスベリ園の開園時間は午前9時から午後5時までで、見頃は今月いっぱいだということです。